小野が見えていますが、小野が、まあね、この後出てきてくれると ね、 そうですね、いいんですけどね。彼のやはり能力っていうのは、素晴らしいものがありますから ね、 ね、キープ力、パスセンスっていったものがね、はい、見てみたいですよね。そうですね。日本のベンチが動きが、はい、どうぞ。小野が出ます。あ、小野出ますか、はい、はいはい。そしてもう一人、岡野も入ります。岡野は誰と交代だか分かりますか。ちょっと今確認します。あ、そうですか、はい。ですから逆に言えば日本としてはカウンターを狙える、はい、っていうことですからね。あ、今岡田監督が小野の肩に手をかけまして、念入りに綿密に作戦を授けていました。29番の石川、久しぶりのオーバーラップ。ここで小野、そして岡野が投入されます。小野が北沢に代わって、それから岡野が柳沢に代わってということで、ここで日本が少しこう陣形をいじるようなことがあるかどうか。そうですね、まあ、やはりあの韓国のやはりプレッシャーというのは必要だったんですか。ヘディングですが、これは山口、山口から中田、そして岡野へ、岡野から左サイド、小野、そして岡野、レースのコンビ、岡野、あーっと、これはコーナーキックでしょうか。コーナーキックです。コーナーキックです。後半最初のコーナーキックになります。日本、今のようにあの簡単にダイレクトで叩いてくるんですよね、小野はね。小野倒れました。山口行く、ハンソンホン、この位置に飲む、小野、小野、あー、これはダメです、パスミスです。相馬が立ち上がれません。守ってきた韓国ですからね。そうですよね。小野、小野のふわーっと浮かせたうまいパス、うまいトラップです。石川、石川切り返す、中を見る、あー、ダメです。はい、はい。ですから小野が今度はそのゲームだけじゃなくて、やっぱり飛び出していくっていうことをやらなきゃいけないですね、今のように。ヘディングでの競り合いは韓国が勝ちました。ですから小野が今度はその小野チャンス、小野かわした、切り返した、小野、小野持ち込んだ、シュートはディフェンスに当たる、まだチャンスがある、飛び込んだ、倒れた、倒れた、ホイッスルはない。中田を倒しましたが、これはコーナーキックになりました。